おはようございます。速稼塾の久保でございます。花屋龍馬さんの動画を見続けて 1ヶ月半ぐらいになるんですけども、いかがだったでしょうかね。私が見てる限りチャンネル登録者数の数は百数十人増えてるんですよね、この1ヶ月半で。で、速稼塾の中でも YouTube をされてる方がいると思いますけども、このペースで増えてる方はもしかしたらいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですね。で、どうしたらね、ああいう風にチャンネル登録者数が増えるのかっていうのは、昨日花屋龍馬さんが戦略的にお話をされていました。増やそうとすると増やす方法があるんですよね。で、もう一つ肝心なことなんですけども、これはね、皆さんされてますけども、一人に向けてのメッセージを送ってみるってことなんですよ。そうすることによって、そのメッセージを受け取った方っていうのがお返しをしたくなるんですよね。この連鎖がすごくいい関係を生んでくるんです。これはね、速稼塾の中でもこのワントゥーワンっていう動画なんですけどもね、これはすごく特徴的で、皆さんやってくださってるんで本当に嬉しいなと思います。で、動画を上げてくださってる方それぞれが結びついて、なんか一つのね、グループみたいに YouTube みたいになりましたよね。これがね、とても素敵なことだと思います。これをですね、速稼塾の塾生の中で固まるだけではなくて、もうね、皆さんがよく見ている YouTube のチャンネルに対してこういう動画を作ってみると、もっともっと広がりますからね。必ずしも全員が返信をしてくれるとは限りませんけども、これも以前申し上げましたけども、登録者数がもうね、何千人も何万人もいるところに送るんではないんですよ。自分と同等か、もしくはもうちょっと低いかなと、チャンネル登録少ないかなとか、再生数少ないかなってところに向けて送ると、これがね、お返しが来る可能性が高いんですよね。ぜひそれをやってみてほしいなと思います。はい、それでですね、今日のお知らせなんですけども、なんか昨日、あれですか、例のやつの入金日だったんですかね、一昨日か昨日か、昨日11月27日ね、私はもう見てないっていうかね、口座の確認に全然行ってないんですけども、連絡がありましてね、1件だけですけども、入金がなかったんですけども、なんか聞いてませんかってことでね、1件いただきましたけども、皆さんの状況どうなんですかね。事業説明会に行くといろいろ分かるんで、言いたいことはそこで質問されたらいいと思うんですよ。毎日してますからね。それからラリーカラコンベンションも用意されてますんで、最新情報はそういうところで掴むか、やっぱりね、これもね、 YouTube と同じように知り合いをたくさん作っておいて、で、事業説明会どうでしたっていうふうに聞き合えるような仲になるといいですよね。で、自分でも情報をつかみに行かないし、情報をつかんでそうな人にも聞かないっていうことになると、まあ私のところに連絡来るしかないんですけども私もね、そのためにいろいろとお役に立てるようにやってますし、こういう放送をするといろんな情報が入ってくるんで、あ、じゃあラリーではそうだったんですね、事業説明会では最近そうなんですねっていうのを集めて、こうやって再配信してるわけですよ。だからこれは誰でもできますから、だから私がやってもいいんですけども、私みたいにやる人がまたさらにね、いてもいいかなと思うんですよね。で、この辺も花屋龍馬さんのことを例にとると、そのウォートークンっていうウォレットアプリ の投資家なんかがあるらしいんですけども、これね、小野里さん一人がやってるような感じなんですよね、情報発信を。で、花屋龍馬さんそこに乗っかると、乗っかるって言ったよね、これ聞いてたらすみませんね、花屋さん、小野里さんの放送もあるし、花屋さんの放送もある。でもその他の人が何もやってないんで、アクセスがすごくね、集まりやすいのと、多くの人に見てもらいやすいんですよね。チャンネル登録も起きやすいんですよね。こういう風にやっていくんですよ。自分に興味がなくても、アクセス集めようと思ったらやり方結構あるんですよ。私もウォートークンの動画を昨日上げましたけども、私ウォートークン参加もしてないし、別に興味もないわけなんですよ。でもアクセスを集めるというかね、小野里さんのファンの方とか花屋さんのファンの方にも見てもらいたいなと思いまして、そういう動画をね、後追いで作ってるわけなんですよ。この辺も花屋龍馬さんが戦略を話されてましたけども、こういう風にしてね、ぜひね、 YouTube の幅を広げていただきたいと思います。チャンネル登録者数が増えたりとか、再生数が増えて困る方はいないと思うんですよ。むしろね、増えなくて困ってるんで、増やすための方法と自分の発信したいものとっていうのをね、これ混ぜながらやることをちょっとお勧めしていこうかと思います。それから例のやつについては、状況がね、もしお分かりになりましたら、もしよろしかったらお知らせいただければ私の方で再配信しますので、よろしくお願いします。特にね、私がね、教えてくださいとかね、私がこの数ヶ月カスタマーに電話したとかは全然ないんですけども、ご不安になられてる方とかね、状況知りたい方がいらっしゃったら、お伝えすることができると思いますので、分かる方同士でこうね、交流し合うか、私の方で集めさせていただいて、私の方から再配信するって形を取れればいいかなと思っております。100人の一歩じゃない、1人の100歩より100人の一歩ってのは、こういうことなんですよ。私1人が全部やるよりも、みんなでちょっとずつやった方がいいでしょって話なんですよね。私がね、要するに情報を独占してるわけではないんですよ。誰もやんないから、私のところに情報が相対的に多くなってるだけなんで、皆さんができることばっかりですからね。特に私もめんどくさいからこれ進めてるわけではなくて、何ですかね、
まあ皆さんがねそれぞれお役に立てるってことですよね。で自分が不安に思ってることっていうのは他の人も不安に思ってることがありえますから、あそういった意味でも気持ちを一つにするものね、いろいろと協力していければいいんじゃないかなと思っております。その他はなかったかな。その他以上ですね。こんな形でございます。それではあの今日の放送終わり、いってらっしゃい。